皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、あたしです。では、閉鎖病院、続きやってまいりましょう。とは言ったもののですね、おそらく、これで本編は、すべて見れた感じっぽいんですよ。っていうのも、ちょっとこのエンディングリストを見てほしいんですけど、一番左にさ、太い棒多分これが本編系なんですよね。で、そこからこう枝分かれするようにして、数々のエンディングが見られて、ほら、こっからなくなってるでしょ。棒がちぎれてるよね。なので、ここからは、外伝を読んでいく感じになるのかなってね。外伝3つあるね。しかも一番上はなかなかの、なかなかのエンディング数を誇っておりますが、というわけでこれをやっていきましょう。多分上から順番やと思うねんけどね。盲目の探偵編から行きましょうか。これかなり前から出現してましたしね。なんかトゥルーエンドを見れた数で出てくるみたいなんですよね。外伝がね。雨の音がする。私はそろそろと手を伸ばし、窓ガラスを探った。縁に手をかけると、やはり窓は開いていた。振り込んだら大変だよ。思わず口に出してしまいながら、私は窓ガラスの縁にしっかりと手をかけて、用心深く窓を閉めた。ここに入院してもう3日目だ。私の名前は、長岡健三かな。建築技師の見習い修行中だった。だったというのは、この手術の結果で今後の身の振り方を変える必要が出てくるかもわからないからだ。出てくるかもわからないね。というのも、私の入院理由が事故による全身打撲と角膜損傷というもので、今顔中を包帯でぐるぐる巻きにされて何も見えていない状態なのだ。単刀直入に言えば、この包帯を取ったところで見えるようになるのかどうか。担当の山田という医師は甚だ不安なことばかり口にした。手術は成功したはずなんだけどね。あんた技師だって?仕事できるようになるかね?そんな無責任な。元はといえばあいつのせいではないか。あいつの。あの夜あったあの人殺しの。雨足がさらに強くなってきた。そうだ、あいつと会ったあの夜も雨だった。あの日、仕事が立て込んで帰るのが11時を回った。少し気味が悪いが、私は近道のため、寺の裏道を通っていた。そこはなだらかな小山となっており、昼間でも人通りがほとんどなかった。おまけにその日は今日のような雨。人っ子一人いないはずだった。またまただったというのは予想に反して違ったということだ。激しい雨音に混じって男の息遣いが聞こえてきたのだ。なんだ?こんな夜更けの、こんな雨の日の、こんな寂しい場所で、一体何を?抑えがたい好奇心に駆られた私は、恐る恐るながら物音の方へと近づいていった。雨音のぶつかる音を消すために、差していた傘を閉じる。物陰からこっそりと覗き見ると、男の姿が見えた。あ、なんか、怖っ。なんか引きずってない？あ、何かを引きずっている。なんだ？女だ。あれ、髪の毛か、ザーってなってんのね。男は激しい息遣いをさせながら女を引きずっていたのだ。ぐったりとしたその様子はほとんど物同然、生きた証がない感じだ。よくよく見てみると首に手ぬぐいが巻かれている。死んでいるのか?もう少し詳しく見ようと思わず身を乗り出したところ、男がこっちを見た。まずい、目が合ってしまった。険しい顔つきの男だった。無理もない。人を殺した後なのだから。などと、のんきに言っている場合ではない。36景にぐるにしかず。私はダットのごとく駆け出した。あの36景にぐるにしかずって、他のルートでも出てきたね。好きなんやろな、あのワードが。男は女を放り出して私を追いかけてきた。早く表通りに出なければ。元来た道を戻ることになるが、そんなことはもうどうでもいい。とにかく逃げなければ。表通りに出たところで、街灯なども少ない道だ。が、明かりが見えた。助かった。私は明かりに向かって一目散に走っていった。車？ドン。が、その刹那、私の体が宙を舞った。突然私を迎え入れた明かり。それは向こうからやってきた自動車の明かりだったのだ。そんなわけで私は今ここにこうしている。私を跳ね上げた自動車の主は予期せぬ事態に驚きつつも、ごく良心的に私をこの病院へと運んでくれた。私の手術はその日のうちになされ、今現在私は視力を奪われたままだ。あの男の顔は脳裏にしっかりと焼き付いている。間接的であれ、私をこんな目に遭わせた男だ。忘れよったって忘れるはずがないではないか。わ、これそういうこと？この、今視力が回復してない時に関わってくる人の中に犯人がいるって流れかな。長岡さん、点滴を受けながらいつの間にかうとうとしていたらしい。山田医師の声で目が覚めた。気分はどう？ずいぶん気持ちよさそうに眠ってたけど、なんだかのんきな声の男だ。多少不安なものを感じないわけではないが、かといって今更病院を移るわけにもいかない。何を隠そう、この病院の設計は私の勤めている設計事務所の先輩技師の手によるものなのだ。その図面はたとえ下っ端の私でもほぼ頭の中に入っている。だからこうして視力を奪われてはいても全く勝手がわからないわけではないという点で、この病院から離れたくないのだ。ん？山田医師がすっとんきょうな声を上げた。何ですか？見えない身としては、一体今何が起こっているのか気が気ではない。おい君。廊下を通りかかったらしい看護婦を呼び止めて、何事か尋ねた後、すぐ呼んでこいと怒鳴っているのが聞こえた。のんきそうに見えてと言っても、実際は見えないのだが、やはりそこは命を預かる医者らしく、その声にはちょっと凄みがあった。間もなくパタパタと急ぎ足でやってくる靴音が聞こえてきた。申し訳ありません。若い女というよりも、まだまだ娘といった風の声だ。また君か。山田医師は完全に呆れ返っていた。何事ですか？私は恐ろそろ聞いてみた。すみません、点滴が。若い看護婦が消え入りそうな声で、もそもそと喋ったところによると、点滴に投薬違いがあったというのだ。あれ、これってさ、本編の1日目でさ、島ちゃんががっかりっていうか、落ち込んでたあれかな。点滴間違っちゃったのって。私の腕に長々と打ち込まれていたのは、単なる栄養剤だったらしい。島ちゃんっぽいもんね、この看護婦さん。まあ、体に害はないわけで、不幸中の幸いと言うべきだろうか。まったく君ってやつは。山田医師がぶつくさと文句を言う。この男、結構しつこい性格らしい。のんきでしつこい。あまり歓迎したくない感じの人物かもわからない。本当に申し訳ありません。若いその看護婦は島と言って、今日からこの部屋の担当になることに決まったと挨拶をした。初日からこれでは先が思いやられるな。さて、どうすべきかな。まあ、許すでいいでしょうね。私は島看護婦を許すことにした。そして微笑んだ。が、顔の半分が包帯で隠されているので、それが伝わったかどうか。あ、顔、かゆいですか？かきましょうか？島看護婦が私の顔を描いてくれそうな風を見せた。あ、いや、そうじゃなくって。慌てて打ち消すと、島看護婦はにっこり笑ったようだ。ああ、この笑顔が見たい。島看護婦はどんな子かな。いろいろと想像してみた顔はまあ、想像やからね。可愛いでいいんじゃない。ちょっとおっちょこちょいのところはあるけれど、なんだか憎めないところがあるので、きっと顔立ちも可愛い子なのだろう。これ実際島ちゃん可愛いからいいけど。また口元がほころんできた。勝手に想像されてがっかりされたらかわいそうじゃない。包帯の取れる日がとても楽しみだ。入院4日目。私のもとに巡査がやってきた。実は初めてではない。入院した翌日、麻酔から覚めた私は、ポツポツと事件を目撃したことを話し始めていた。驚いた病院側は、早速巡査を呼んで、事件を調べるように依頼した。担当巡査は下村と言った。できるだけ君の力になりたいと思っている。もう一度事件について話してくれたまえ。声は甲高いが嫌な感じではない。というよりも、今となってはこの巡査を頼りにするほかない。時間は夜中の11時過ぎだね。はい、11時を10分ほど過ぎていたと思います。犯人の顔は見たかね。はい。今度会ったらわかるか。わかると思います。私はその男の人相風体を話した。険しい顔つきの男ね。巡査は独り言のように言った。で、女の方は？顔は覚えていません。でも、首に手拭いが巻かれていました。それと、白っぽいシャツと黒いスカートを履いていました。ほう、暗闇で色までわかるのか。ええ、まあなんとか。巡査は記録を取りながら私の話を聞いていたようだが、それがだな、と険しい声で切り出した。君の話にあった小山だが、そんな気配はみじんも残ってなかった。そんなって？事件のあった痕跡が全く残ってないんだよ。ええ？つまりだ。まず、女の死体が見つからない。それどころか、その小山に人が最近入り込んだ形跡すら認められないんだ。そんな、その日は雨だったな。はい。あの小山は昼間でも暗い。確かに人殺しには絶好の場所だ。おまけに夜中で雨となれば、君の恐怖の気持ちが一種の幻覚を作り出したとしても、別段おかしくはないだろう。幻覚ですって?私は思わず声を高めていた。目が見えていないということにまだ慣れていない私には、今一つ相手との距離が測りにくい。確かに見たんです。夢じゃありません。わかったわかった。そんなに大きな声出すんじゃない。巡査はいささか並行しつつ、私をなだめるような口ぶりで言った。ともかく、その包帯が取れれば、一件落着というところだな。そうか?今の身の回りに犯人がいるなら一件落着やけど、周りにいないなら全く落着ではないと思うけど。巡査はしばらく何事か考えているようだったが、その男の声は聞いたか?いえ、残念ながら。そっか。巡査はやがて立ち上がった。ともかく、もう一度調べてみよう。よろしくお願いします。なかなか好人物らしい巡査だった。ずいぶん怖い目にあったみたいですね。島看護婦が好奇心いっぱいの声で言った。聞いたのか?あら、長岡さんのこと大評判になってるんですよ。人殺しを目撃した男って。まずくないそれ。犯人の耳に入ったら殺しに来ちゃうんじゃない?私は慌てた。まだ犯人は見つかってないんだぞ。僕が唯一の目撃者だって、もしも犯人に分かったら、僕の命はどうなるんだ?あら、だって本当は事件なんてなかったんでしょ?え?帰り際にあの巡査さんが院長に言ってたわ。おそらく幻覚を見たんだろうって。幻覚。そうなのか?調べるって言ったのに。あのね、長岡さん。私が黙り込んでしまったのに、島看護婦は大急ぎで付け加えた。お仕事ずいぶん立て込んでたんでしょ？疲れてたのよ、きっと。ね、早く元気出して。幻覚、夢。あれは一体本当に夢だったのか？いや、あれは現実だ。あれは現実だ。そう自分の中で結論づけると気分が楽になるどころか、ますます憂鬱になってきた。無理もない。目撃者は私一人。しかも犯罪の事実を立証しようにも、今の私はこんな体で、話もろくに聞いてもらえない始末。頼みの綱は、あの下村という巡査一人だ。その下村巡査がまたやってきた。今日で入院5日目だ。そろそろ入院生活にも飽きてきたと言いたいところだが、何しろ私の抱える事情が尋常ではない。今まで事件そのものの有無に気を取られてばかりいたせいか、今頃になって実は大変なことに気づいたのだ。私が男の顔を見たということは、あの男も私の顔を見たということではないのか？男は今頃必死になって私の行方を追っているのではないだろうか。私を跳ねた自動車の主が私を運んで連れ去ったところをあの男は見ていただろう。それではその先は？男が自動車の後を追って私がこの病院に担ぎ込まれたことを知っているとしたら、長岡くん、いつの間にか自分一人の想念の中に入り込んでいた私を島村巡査が現実に引き戻した。君は人殺しを目撃したという嘘はないね。はい。時間は夜中の11時過ぎと。はい。犯人は中肉中背の険しい顔つきをした男。被害者は白いシャツに紺のスカートを着用した女で、首に手ぬぐい、その顔は見ていないと。え？紺？黒って言ってなかった？あれ？黒って言ってなかったっけ？見れるかな、その先まで。黒。そうやな、黒いスカートやんな。中肉中背って話もしてないけど、まあでも、昨日の時点で4日目やから、中肉中背は、他の日で言ったんかもしれんけど、紺とは言ってないぞ。巡査は深く深くため息をついた。ところが、警察の調べによると、そんな事件の痕跡はやっぱり認められないんだよ。そんな、長岡くん。ぴしゃりとした物言いで下村巡査が言った。あまり警察の手を煩わせると、偽証罪で君を引っ張ることになるよ。それでもいいんだね。偽証罪。私が嘘を言っているというのか？下村巡査という頼みの綱が切れた今、私の腹は決まった。この包帯が解かれた暁に、この事件を立証してみせる。そうすることでしか、私は私の身を守ることはできないのだから。退院したら、自分の手で、人殺しを立証させる。ついこの間まで、ただの勤め人だった私が、こんな大それたことを決意する羽目に陥るとは。はあ、何気にため息が出てしまう。だがそのため息とは裏腹に、実は先ほどから、私の中で、ある種の疑問が湧き起こっていた。昼間の巡査とのやりとりがどうも引っかかるのだ。やっぱそうやんな。紺色のスカートのことやんな。何が引っかかるのだろう。これ、巡査のセリフよな。私は自分と巡査とのやりとりを必死で思い出していた。自分の記憶に間違いはない。だとすると、あの巡査の言ったことが変なのか。巡査の言ったことの何が引っかかるんだ。服の色。そうだ、思い出したぞ。巡査は私にこう言ったのだ。被害者は白いシャツに紺のスカートを着用した女。しかし私はこう言ったはずだ。白っぽいシャツと黒いスカートを履いていました。その時巡査は、暗闇で色までわかるのかと言っていた。暗闇の中の色。もう一度、私はあの情景を頭の中で思い浮かべた。自分ってことやな。紺やったってことやな、だから。暗闇の中では確かに微妙な色合いなどわかりにくいだろう。とすれば、私の方が間違っていた可能性だってある。いや、私が間違っていたのだ。なぜなら、私が黒だと言ったものを、なぜ巡査が紺だと訂正する必要があるのだ。女のスカートの色は黒ではなく紺だったのだ。そしてあの巡査はそのことを知っていた。ということは、答えは簡単だ。巡査はあの夜のあの現場にいたのだ。それも事件の当事者として。そうでなければ女のスカートの色まで言い当てることなどできないはずだ。あの下村巡査こそがあの男だったのだ。下村巡査がここに来た時、しきりと男の顔を見たかどうか尋ねていた。私一人が目撃者だったとしたら、それは当然のことだろう。だが巡査は男の声を聞いたかどうかを私に尋ねた。私は聞いてはいなかった。ただ、息遣いを聞いただけだ。あの息遣いを。いずれにしろ、巡査は私の包帯がもうすぐ取れるだろうことを知っている。私が犯人ならどうする？相手の目が見えないうちに口封じするに決まっている。突然、激しい悪漢が私を襲った。このままでは殺されてしまう。なんとかしなければ、なんとか。しかし私には身寄りがない。それでは一体誰を頼ればいい？私は一体。夕食の後、島看護婦を呼び止めた。あの巡査が犯人と知った今、私が頼りにできるのは、この少々そそっかしい島看護婦だけだ。ちょっと聞いてもらいたい話があるんだ。あ、ひょっとして食事が美味しくないとか？違うよ、真面目な話だ。真面目な話？その、犯人が分かったんだ。犯人？島看護婦がすっとんきょうな声を上げた。声が大きい、もっと静かに。私は慌てて声をうんと低くした。犯人って何の？決まってるだろ？僕が目撃した事件の犯人だよ。でも事件なんてなかったんでしょ？あったんだよ。やっぱり事件はあったんだ。思い違いなんかじゃなかった。しかも犯人が分かったんだよ。だってずっとここにいたでしょ？どうして犯人が分かるの？誰か知ってる人だったの？私の耳元に口をくっつけて、島看護婦が話す。詳しくはまだ言えない。だけど、もしこのことが相手にバレたら、僕殺されるよ。殺される？またまた声を大にする島看護婦。し！人差し指を唇に当てて、私は注意を促した。君は命を預かる看護婦だろ？どうしてそう、僕の命を粗末にしようとするんだ。ごめんなさい。だって長岡さんったら、あんまりびっくりするようなことばっかり言うから。でもいるよな、こういう人。いや、なんででかい声出すんみたいな人。なんでそのトーンで喋るんみたいな。くそ、こっちの言うことを鼻から信じてない。どうしたら君に分かってもらえるんだ。ほとんど絶望的な思いに駆られながら私はつぶやいた。それなら、いつもの巡査さんに相談すればいいじゃないの。今ちょうど来てるわ。え？呼んできてあげましょうか？ちょっと待っててね。そういうなり。もうちょっとやばいわ。島看護婦はさっさ、言っちゃうなあれ。多分、犯人分かったらしいですよ、とかって。なんでこういう時だけそんなに行動が素早いんだ。私は焦った。島看護婦が下村巡査にどんな風な説明をするのかわからないが、私が巡査の正体に気づいたことを絶対悟られてはいけない。とにかく落ち着け落ち着け。扉が開いた。犯人が分かったんだって？入ってくるなり、巡査はそう言った。私がいつ犯人の素性に気がつくか、よほど気にかかっていたに違いない。ええ、わかりました。私はできるだけ何気ない風を装っていった。ここに入院する前に読んでいた探偵小説の犯人が。探偵小説？くそ、奴は今どんな顔しているんだ。慌てているのか、それとも嘲笑っているのか、呆れているのか。あの可愛い看護婦は、君があの事件の犯人が分かったらしいと言ってたが、あいつめー、そんなことだけ抜かりなく喋って嫌がる。あ、それはただ単にあの子の気を引きたくて。ふんと巡査は鼻を鳴らした。そんな体でも女の子にはモテたいのかね。ははっと私は無理やり笑った。かえって想像が大きくなって罪ですね。ふんと巡査は再び鼻を鳴らした。明日、包帯が取れた時に失望しなけりゃいいけどな。明日？なんだ聞いてなかったのか？ええ。なんだ職務怠慢だな。巡査の声は相変わらず淡々としたままだ。明日。どうした嬉しくはないのか？いえ。確かに見えない方が良かったと思うことがあるかもしれないな。私は思わずその声の方へと顔を向けた。この男、私が正体を見破ったことに気づいたのか？心臓が早金を打ち始めた。負けるな。しらを切り通すんだ。そうでしょうか。私はできるだけ声を明るくしながら言った。ん？私のその返調に下室巡査は少々面食らったようだ。私はお構いなしに続けた。僕はあの看護婦さんの顔を見るのを楽しみにしているんです。見えない方が良かったなんて今から言わないでくださいよ。はははは。巡査は笑った。ま、見てのお楽しみというところかな。帰り際に下村巡査はこう言った。あんたの目は9割方大丈夫らしい。事件のことはさておき、何も心配することなどないだろう。心配なのはどちらのことだ。私は心の中でそう問いかけていた。下村巡査が帰った後、私はそのやりとりを頭の中で反芻していた。なんとかごまかしたつもりだが、相手の印象としてはどうだろうか。かなり危ない橋を渡ったような気がする。今頃になって膝がガクガクしていた。明日には私の目は見えてしまうのだ。もし下村巡査が行動を起こすとしたら、今夜が山場だろう。島看護婦をもう一度呼んだ。巡査さんにしてはいい人よね。下村巡査さんって。巡査さんって言いにくいな。相も変わらず大騒ぎしながら入ってきた。巡査さんにしてはって、そんなこと大声で言ったら不敬罪で逮捕されるんじゃないか？あら大変。と言いつつも全く動じていない風だ。で、ご用は何ですか？明日僕の包帯は取れるんだって？教えてくれなきゃ困るじゃないか。そうそう、そうだったわ。下村巡査に聞いたんですか？ああ。ごめんなさい。案外素直な性質らしい。それで？ちょっと頼みがあるんだけど。食事に関する文句は受け付けませんからね。わかってるよ。それで？明日、包帯が取れた時に驚かないように、関係者の顔の特徴を聞いておきたいんだ。お安いご用だわ。島看護婦は私の尋ねるままに面白おかしく話して聞かせてくれた。院長、北条医師、山田医師、等々。君は？私？その声にはちょっと照れたような匂いが混ざっていた。人によっては悪くないって言ってくれるわ。あまりに小さな声で言ったもので、私は思わず笑ってしまった。失礼ね。見てのお楽しみよ。下村巡査と同じことを言う。じゃあ最後に、下村巡査は？できるだけ声色が変わらないように私は言ってみた。下村巡査？そうね。目は？口は？鼻は？私は矢継ぎ早に尋ねながら、記憶の中の男と照らし合わせてみた。確かに似てないでもないな。何か気になることでも？私がすっかり考え込んでしまったのを心配して、島看護婦が訪ねてきた。いや、ちょっと知ってる人に似てる気がするんだ。下村巡査と知り合いだったの？声は聞いたことないんだけどね。顔を見たら思い出すかもしれない。顔を見たら。この包帯を取るとき、あいつはどうなっているのだろう。私が犯人なら、相手の目が見えないうちに口封じするに決まってる。とすればやはり、私に残された時間は今夜しかない。顔を見たら思い出すかもしれない。この謎が島看護婦にわかるだろうか。もう今夜はさ、ベッドの下で寝ない。なんかあるやん。なんか、メタルギアソリッドでもやったやん、そんな。やらんかったっけ？侵入者が来たから、ベッドの下で隠れるみたいな。男はゆっくりと扉を開けた。長靴の響きを立てぬよう、そろりそろりと中に入っていく。白い手袋が闇の中でキラリと光って見えている。だがその手には手袋とは異質な鈍い光を放つものが握られていた。メスだ。部屋の奥にはベッド。今日の獲物が眠っているはずだ。男は何らためらうことなくシーツめがけてメスを振り下ろした。予想とは違う感触だ。男は慌ててシーツをはぐった。中はもぬけの殻だ。くそ。男は舌打ちをした。相手は思っていた以上に目端が利くようだ。俺の正体にやっぱり気づいてやがったんだ。男は急いで部屋を後にした。何が何でも見つけ出して息の根を止めなければならない相手なのだ。何が何でも。自分で考えていた以上に体力が落ちている。4日間も寝たきりの生活を送ってしまったせいだろう。おまけに目が見えないため、すり足と来ている。一人でいては危険だから、こんな時間とは。この病院は、私の勤めていた設計事務所の先輩が設計したもので、その図面も一応頭の中に入ってはいるのだが、図面を読むのと実際に歩いてみるのとでは、当然のことながら随分印象が違っている。私の病室は2階の右端、受付は1階の反対側の端のはずだ。階段はどこだっけ？この時代ってあれか、ナースコールないのか？とその時、突然、冷や水を浴びせかけられたような感覚に思わず立ちすくんだ。足音がする。あれは長靴の音だ。あいつが来たんだ。おぼつかない足取りで開花を目指す。こちらも思わず知らず早足だ。だが長靴の歩みは随分とゆっくりしている。見える余裕か？くそ。もつれる足で必死に前へ前へと進もうとしていると、突如空気の流れが変わった。階段だ。うわっ！壁を探り損ねた私は、そのまま凄まじい物音を立てて階段から転げ落ちた。階段から転げ落ちた私は、踊り場でようやく止まった。腰をしたたかに打ったが、躊躇している暇はない。よろよろと立ち上がり、今度は落ちないように用心深く。しかし、急いで階段を降りていく。長靴の音が徐々に歩みを早めてきた。こんなんさ、わーって騒いだらあかんの。病院やから、わーって騒いだらさ、なんじゃなんじゃって人出てくる気がするけど。やっとのことで階段を降りた私は受付の方へと向かった。だが、このままではあいつに追いつかれてしまう。どうすればいい？近くの診察室に逃げ込む。このまま廊下を進む。どうしよっかな。逃げ込もっか。ひとまず手近の診察室に飛び込んだ。途端に薄ぼんやりと光を浴びたような気がした。確かここは、急いで記憶の中の図面を呼び起こす。扉のすぐ右側に本棚がある。本棚が注文以上に大きくなって、電灯のスイッチがその裏側に隠れてしまったんだっけ。だから本棚と壁との間に手が入るくらいの隙間ができている。壁とは鎖で繋がっているから、本棚そのものが倒れることはまずない。だがそのスイッチが見つけにくいため、夜間は常に電灯をつけておくことにしたはずだ。そんなさ、そんな内部事情まで知ってんの？ということは、この部屋には電気がついている。さっき光を浴びたような気がしたのはそのせいか。くそ、隠れなければ。壁際に机があった。その下か？そんな子供騙し、誰が引っかかるんだ？確か診察台がこの部屋の奥に。足音が近づいてきた。あれは隣の部屋を開ける音か。ということはすぐこの部屋にもやってくるだろう。まずは隠れるんだ。どこに隠れればいい？部屋の真ん中って何？ベッドの上、本棚の横ってどういうことやろ？横ってなんなんやろね。部屋入って本棚ってその壁と本棚の間に隙間があるみたいなことかな。ベッドの下かな。とりあえず診察台の下に潜り込むことにした。なんとか全身潜り込んだところで扉が開いた。長岡くんびっくりした。そうか、そうやな、島ちゃんは長岡さんっていうもんな。下村巡査の声だ。君はもうとっくに気がついたんだろ？私があの時の男だって。突然、鋭い痛みが私を襲い、全身から力が抜けた。見なくたってわかっている。これは私の血の匂いだ。頸動脈を一気に切ったらしい。私のあんな姿を目撃してしまったのが災難だと思いたまえ。君は、まだまだ言葉は続いていたが、私にはもう聞こえない。あたりはきっと血だらけだ。島看護婦は泣いてくれるだろうか。どんどん冷えていく体を抱えながら、ただそれだけが少し気がかりだった。あれか、診察台の下って、隠れれそうに思うけど、実際見たら全然丸出しみたいな状態やったってことかな。では、ここは本棚の横かな。上と真ん中はないもんな。さすがに。どこに隠れたって、奴はすぐに見つけるだろう。それなら、と私は本棚の横にそっと身を寄せた。身も心ももうくたくただ。知らず知らずのうちに息が荒くなってくる。だけどこんなところで死んでたまるか。扉が開いた。息を潜める。長岡くん？下村巡査の声だ。そろそろと中に入ってきた。どんなに息を潜めても、やがては気づかれる。巡査がこちらを振り返った。こんなところにいたのかね。ずいぶん探したんだよ。僕だって命が惜しいですからね。単刀直入にそう言ってみた。ほほう。巡査は感心したように笑った。だがその表情はどうだったか。一体いつ私の正体に気づいたんだね。まあ、色やんな。色ですよ。色？オウム返しに巡査が言った。暗闇で色がわかるかとあなたは言いましたね。ふむ。それで僕は考えた。夜の闇に近い色なら、微妙な色合いまでは見極めきれないのではないかと。僕ははじめ、被害者のスカートの色を黒と言ったはずです。それをあなたは紺と言い直した。なんでそんなことが起こったのか。それはつまり、あなたがごく間近で被害者の服の色を見ていたことを示している。微妙な間があった。しばらくしてから巡査は再び、ふむと言った。私は辛抱強く巡査の言葉を待った。なるほど、君はなかなか頭がいいようだな。なぜあんなことを。あなたは巡査でしょ？自分の質問は間を空けないように急いでいった。あの女のせいだ。巡査は吐き捨てるように言った。あの女は街ではちょっと有名なカフェの女給だった。それがどうしたことやら、巡回に立ち寄った私に親切にしてくれた。それが向こうの手札と気づかず私は。まあ、あれやんな、テクニックみたいなことやんな。気がついた時には警察の金に手をつけ、このままでは出所進退が危うい。私はあの女に一緒に逃げてくれと頼んだ。兄いたやん。それで巡査は自重的にふっと笑った。お察しの通り断られたよ。それでついカッとなって。手をかけたんですね。また不思議な間があった。この隙に私はピタリと本棚に背をつけた。それで私は尋ねた。僕をどうする？聞かなくても分かってるんじゃないのか？君は生きてはいられない。僕が死ねば事件になるぞ。犯人の当てならあるさ。あの可愛い看護婦さんには気の毒だがね。なんだと？さて、動機は何がいいかな？君に言い寄られて、恐怖を感じて刺した。はははは。それなら君が心配しなくても、世論の同情を集めて罪も軽くなるだろう。この卑劣さに息が止まるほどの怒りがこみ上げてきた。そんなことさせてたまるか！言うと同時に本棚に思いっきりぶつかった。おい！巡査が怒鳴った。私が本棚にぶつかった弾みで、その背後のスイッチが作動し、電灯が一斉に消えたのだ。暗闇の中ならこっちが有利なはずだ。その隙になんとか逃げ出すんだ。さあどうする？寝技いや、体当たりやろ、そんなもん。攻撃あるのみやで。だって逃げきれへんもん、どうせ目見えてないねんから。それなら体当たり、頭突き、ヘッドバット、むちゃくちゃに蹴る。よし、体当たりだ。私は全身に力を込めて巡査の声の方にぶつかっていった。手応えは十分だ。不意落ちを食らって下村巡査はもんどり打って倒れた。今やマウントやマウント。首を狙って蹴飛ばせ。私は手探りで扉を探し当て、急いで外に飛び出した。廊下の壁伝いに受付へと向かう。まずいことに廊下には明かりがついてるらしい。誰かいませんか？背後から下村巡査が追いかけてくる気配がする。誰かいませんか？受付にたどり着いたはずだが応答がない。壁を思い切り叩いてみるが、やはり返事はない。残念だな、誰もいないようだよ。声の方に顔を向けた。長靴の音が徐々に近づいてくる。事件をでっち上げ損ねた殺人犯が自暴自棄になって突然他の患者に危害を加えようとしたので、やむなく発砲、射殺した。最初の筋書きと随分違ってしまったが、まあそんなところか。射殺。すまないな。悪く思わないでくれ。相手はじりじりと間を詰めてくる。今どれぐらいの距離になっているんだ？とにかく時間を稼がなければ。痛いだろうな。私のこの言葉に、巡査は、ふふんと鼻で笑った。一発で仕留めてやるから心配しなくていい。弾に当たらないようにさ、反復横跳びしようや。反復横跳び。とその時、足早にこちらに向かってくる足音が聞こえてきた。それも一人の足音ではない。待って、待ちなさい！先頭を切って飛び込んできたのは島看護婦の声だ。下村義勝巡査。貴様に聞きたいことがある。どうやら島看護婦が下村巡査の上司を連れてきてやってきたらしい。は、この患者が手向かいいたしましたので、逮捕せんものと見張っておりました。下村巡査は大して動じる風もなくそう言った。罪もないのにいきなり撃つつもりで？ひどいわ。島看護婦が言った。長岡さん、その人、あなたを拳銃で殺そうとしたのよ。こんな看護婦の言葉を信じるのでありますか？下村巡査、説明したまえ。そのやりとりの隙に、島看護婦がダットのごとく、私のそばにすっ飛んできて、私の袖を引っ張った。来てくれたのか。さっき私に謎をかけたでしょ？顔を見たら思い出すかもしれないって。案外気が利くんだな。あらひどい。分かってくれたって感謝してるんだよ。気になったから警察に聞きに行ったのよ。下村巡査がどんな人かって。で？それがよくわからないんだけど、下村巡査って私が言った途端、巡査部長さんだっけ？その人の顔色が変わったの。公金横領してたんだ。公金横領？警察の金を使い込んでたんだよ。ええ？この男は、ありもしない殺人事件をでっち上げた挙句、他の患者に危害を加えようとしたのであります。下村巡査が必死で抗弁していた。私は叫んだ。嘘だ！さっき僕に白状しただろ？カフェインを女給に入れ上げて、それで殺したって。何？下村巡査の上司らしい男が言った。事件はこの患者のでっち上げであります。事件はありました。下村巡査は女を殺し、寺の裏山に死体を隠そうとしたのです。この僕がその事件の目撃者です。顔を確認したわけでもないのに、なぜ私を犯人だと決めつけられるのだ。それこそ自分の犯行を隠そうとする悪あがきではないのか？くそ、この後に及んで。私は急いで包帯を取った。長岡さん、何するの？包帯を取った私は必死でまぶたを開こうとした。なんとか開いた。こういうのってさ、暗いところで外して、徐々に鳴らしていかないと目つぶれるんじゃん。がまだ見えない。だが今はあいつの犯行であることを証言しなくてはいけない時だ。えい、ママよ。あいつです。私は下村巡査の声の方向を指さしていった。僕が見たのはこの男です。女の死体を運んでいた男。それはこの下村巡査です。この男の目は見えておりません。これはハッタリであり、イカサマであります。あそこが窓だ。図面を思い出しながら私は指差しで叫んだ。その下に待合の椅子が据えてある。それからこっちが玄関。まだふらつく足取りでよろよろと歩きかけたとき、島看護婦の短い悲鳴が聞こえた。下村さん、この女さえいなけりゃこんなことにならなかったんだ。この女を殺してやる。女はみんな殺してやる。なんやねん、女。あ、そうか。自分が女性でめちゃくちゃになったから。女全員殺すってなかなか難しい。どうやら下村巡査は島看護婦を人質に取ったらしい。どこまで卑怯な奴なんだ。下村さん。島看護婦が懸命に呼びかけた。やけになっちゃダメ。罪は償えばいいのよ。お願い。もう罪を重ねないでほしいの。償えばいいのよって殺してんねんで、人一人。やかましい。お前ごときが俺に意見するか？するわよ。命を粗末にしてほしくないの。私は電灯のスイッチの位置を必死で思い出そうとしていた。だが思い出せない。下村、看護婦さんを話せ。話せだと？話したらどうするんだ？俺を撃つのか？そんなことはさせないぞ。下村巡査は抵抗に必死になっている。今だ。私はその背後から忍び寄りながら、密かに下村巡査との差を縮めていった。その声だけが頼りだ。するとそのうち、トントントンと足を踏み鳴らす音が聞こえてきた。島看護婦の合図だ。私は下村巡査に蹴取られないように床に身を伏せて、その足音の方へと近づいていった。すぐそばに人の気配を感じた。手をまっすぐ伸ばせば、島看護婦に十分届く距離のはずだ。どうする？もし間違えたら。私は息を整えた。この人たちはあなたを撃ったりなんてしないわ。信じて。島看護婦の声がいきなり頭上から降ってきた。と同時に今度は、ドンと勢いよく足を踏み鳴らす音がした。わかった、こっちだ。嘘だ、嘘だ。下村巡査がわめいている。もう誰も信じないぞ。警察も法律もクソくらいだ。私はまっすぐ手を伸ばし、その先にあるものを素早く掴んだ。その細さから、島看護婦の足首だということがわかった。死ね！下村巡査が叫ぶ。島看護婦が体勢を崩した。その体をとっさに受け止めて即座に床に伏せる。有能すぎん。銃声が院内に鳴り響いた。入院6日目。いよいよ包帯が取れる日だ。私が勝手に一度外してしまったことは、島看護婦に内緒にしてもらった。ん？なんだか妙ちきりな巻き方だな。山田医師がぶつぐさ言いながら包帯を取っていく。はい、ゆっくりと目を開けて。まぶたがちょっと重い。だがなんとか開けた。最初に見たいもの何かありますか？島看護婦が言った。別に。薄ぼんやりとした視界が次第に焦点を合わせていく。女の顔が見えてきた。島ちゃん。島ちゃんムービー多いよな。こちらの顔を好奇心いっぱいの眼差しで覗き込んでいる。島看護婦だ。私をまじまじと見つめたその顔は、とても可愛らしいものだった。いいぞ、予想した通りだ。私は思わず微笑んだ。別に？小首をかしげながら島看護婦がつぶやく。本当にないんですか？遠慮なく言ってください。何でも持ってきますよ。私は島看護婦から見れば不自然なくらい上機嫌な様子で言った。特にないよ、見たいものなんか。なんだ。ものすごくがっかりした風で島看護婦が言った。つまんないな、見たいものがないなんて。がっかりというよりも、どういうわけかちょっと拗ねたように唇をとんがらせている。見たいものなら真っ先に見せてもらったかな。そんな私のつぶやきは誰が聞いたか聞かぬやら。ようやく光を得た私の目に雨上がりの空がひときわ眩しく映った。わあ、これはグッドエンドやな。あらー。よかったじゃないの。よかったじゃないの。まあ、でもなんか話の流れ的にあれやな。本編の点滴間違ってどうのこうのっていう、ちょっとあれとは別の日っぽいな。島ちゃんはこんなことばっかりしてんやろな。あの時、水上くんに落ち込んで見せたけど別に初めての犯行ではないみたいな。こんなもんあんた2、3回やっとるよっていう。点滴の入れ間違え？そんなのしょっちゅうやってるから数えてないよって。いつのことなんかもうわからへんよってことやね。